介護士と保育士の夫婦ではレズミカルガスの雑草男、ピカン高ちゃんでございます。はい、本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。水色草、地球と遊ぼう親子で虫捕り。はい、行ってみましょう。天菜ちゃんプレゼント親子で虫捕り。はい、今回はもうあっという間のねお宝ゲットでしたけども、今回ゲットしたお宝は何だったんでしょうか。天菜ちゃん、ハグロトンボ。ハグロトンボで合ってますか。合ってます。合ってます。おっと、すごい自信ですね。自信はそこまででもないけどまあでも今回羽がね真っ黒だったんですよね。で、あの図鑑で調べますと、河原で羽の真っ黒いトンボはおよそ2種類絞られました。で、ハグロトンボともう1種類何でしたっけ。青肌トンボ。そう、ハグロトンボか青肌トンボかどっちかなみたいなところで、最終判断ハグロトンボ。大丈夫ですか。ちょっとこれどんな、ほぼ一緒でしょこれ。ちょっと待ってくださいね。これほとんども見分けつけないんだよこれ。これわかります。これがどこだ。これか。これがハグロね。これ、うん、じゃあこれは青肌です。青肌ね。羽黒いねこれ。これハグロ。ほとんど一緒やんこれ。これとこれですね。これほんならその最初そのねハグロトンボって決めた、その決め手は何だったんですかこれは。なんか青肌トンボは、はい、なんか水が綺麗な川。綺麗な川、まあ、にしか住まない。なるほど。今回まあ千葉県内の川なんですけども、そこまで綺麗ではなかったですもんね。まあ綺麗は綺麗。綺麗は綺麗だったんですけど、それからなんかこの何だっけ、いっぱいもうねうじゃむ、いっぱい群れてたんですよ。うじゃうじゃうじゃって。ハグロトンボはなんか川に群れているみたいなことが書いてあった、うん、なるほど。その青肌トンボはその群れてはいない。今回群れていたからハグロトンボ、あとオスメスの違いとかもあるんですかこれは。なんか青肌トンボのメスがなんか、羽がちょっと白い模様がついてるところがちょっとポツンみたいな。青肌トンボのメスは白い模様がついている、で今回のはハグロトンボなんでしょ、ハグロトンボのオスとメスは何が違うんですか。 あそっちか、なんか、この胴体っていうの、腹の部分ね、頭、胸、腹の腹の部分、その部分が、オスはなんかあれなんていうの、金に緑に色って書いてなんていうの。あ、まあ緑でキラキラ光ってるってことかな。そんな色をしてる、ね、あ、もうまさにあの本編でね、見ていただいたら分かるんですけど、ものすごくキラキラ光ってましたもんね。そうだから、メスは、あのメスはなんかもう全身的に黒いみたいで、黒っぽい、腹が黒い、黒っぽいなんか感じみたいですね。ほんなら多分ハグロトンボのオスですかこれ今回は。多分そうだとは思いますね。 またね、あのもしそれは違うよっていうのをね、あの専門家の皆さんね、また教えてください。一応まなちゃんの見解ではハグロトンボのオスゲットしました。それではどうでしたか今回、あの出番なかったですけども、ごめんなさいね。別にいいよ次回頑張ってくださいね。はい、それでは行ってみましょう。せーの、ドーン。今日もお宝ゲットだぜ。さあ行きましょう。今日は河原なんで、いつもと違う虫がね、先ほどから羽の黒いトンボがいるんですよ。それなんか、あの体がすっごい細くて、緑っぽい。あ、ここにおるおるおる。ちょっと俺、行けた。あれ、向かいな、ここ。それで死んだら、笑いことになるな。カエル？捕まえた、カエル捕まえた、すごい。テレ。うわ、カエル。茶色いカエル、何がやるこれ。なんで捕まえんの、すごい。貸して、貸して。すごすぎる。あれ、これ。お、カエルや、カエル。何でしょう、これ。かわいい子、かな、これ。あれ、はい、これ、黒いカエル。かわいいな。よし。すごいレモンちゃん、さすがだな。初めてカエルつかんだ。あのヒューガさん、はい、今日はもうねヒューガさんの手を何ですか煩わすことなく、タカちゃんもさっとあれ取ってきますから。さっともう先からねスズメバチがブンブカブンブカ飛んでるんです。ほんまに早く取っちゃってくださいね。ねえ、地面がやばい。ねえねえ、死んだらどうすんの。レモンちゃん深いよそこ。こっちに来たやつをね、やっぱりさ、死んだらマジで笑いですよね。
みんな10匹ぐらい飛んでる。飛んでたけどみんな早く。川は急に深くなっている、気をつけよう。時々飛んでくる、レモンちゃん。こっちにも。なんか違う、あっち側に。さあ、バタバタやったらこっち来るかな。ね、それらだからまず行くけど。これいけるね。え、すごいすごい、いけるかも、いけるかも。え？こっちにおびき寄せるだけでいいから。これいけるいけるいける。あ、こっち、待ってましたから。ちょっと、よし、倒れた、倒れました。え、すごいすごい、よしよし、倒れた。これはちょっと、すごいすごい、待って。史上最速じゃん、これ史上最速。よしよし、え、これ入れるの、入れるわけじゃないけど。入った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 、史上最速。さあ、ちょっと、やばいやばい、え、ちょっと、これやりました。ちょっと虫箱に入れて観察。すごい、はい、これ怖くなさそうやもん。神様はある、これだけさゆる。うわうわうわ、きれい、ちょっと見てこれ、すごいきれい、マジできれい。ちょっと本、マジきれい。うわー、これ、いや、ほら、このイトトンボみたい。イトトンボみたい、これ。おー、あー、きれい。あ、よいしょ、え、撮ってる、いいよ、もう引っかけた、はい、はい、じゃあ判定を。判定何だったんですか、これ。うん、ハグロトンボです。ハグロトンボ、ね、なんかもう一人一匹あの羽の黒いのいたでしょ。それは何、青肌トンボっていうのがいるんですけど、はい、ちょっとね、特徴から違いがあったんですよね。はいはいはい、どんな特徴ですか。まあ、どっちも薩山にいるんですけど、うん、の水辺にいるんですけど、うん、青肌トンボっていうのがもう一匹いて、うん、5月から7月、うん、で、ハグロトンボは5月から10月、うん、で、この青肌トンボは水の綺麗な小川に見られる、うん、このハグロトンボは緩い流れ付近で群れていることが多いって言って、うん、さっきも群れてたんですよ。群れてましたね。ってことは、うん、しかも10月ものなんで、このハグロトンボです。はい、ハグロトンボで。いや、もう今日は最速のゲットでしたね。あ、でもちょっと、うん、このここの筋が青い。ちょっと待ってください。この色、羽の色感じ、こっちグリーンですよ。これちょっとグリーンっぽいで、これ。ほら。サングラスで見えないんですけど。ああ、そうだね。私もサングラスしてるわ。ちょっとじゃあ。どう？肉眼で見て。これすごい判定が。難しいね。それでは、レモンちゃんがね、最後リリースしてくれます。はい、ここ持って、綺麗な蝶だね。はい、また自然にお帰りって、はい、バイバーイ。バイバーイ。いやー、よかった。おー、すごいね。おー、すごいな、もう一人で撮って。わー、虹色動画とは、雑草男タカちゃんが大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、シニア、キッズ、自然、筋トレ、そしてリズミカルです。いずれかに興味のある方はぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。タカちゃんが背負う瞬間見逃したらあかんでー。